な、こんにちは。俺はスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルナビゲーターのカルタラ、よろしく。私はバトルプリンセスズです、よろしくお願いします。スーパードラゴンボールヒーローズ研究所のドクターロックです、よろしくお願いします。 SDBH 宣伝担当のキーボーです。ついにバトコロにやってまいりました、よろしくお願いします。前回はね、特別編っていうのをやってたんですけども、はい、もうものすごいバトルがね、繰り広げられて、みんな強かった、本当にすごかった、うん、勉強にもなったけどね、もう、ねうん、やりたすぎてね、そう、俺たちね、そうだよね、見てるだけだとちょっとね、もう熱いからね、気合十分だから、気合十分だから、すごいよね、もうじゃあもうかなりテンションはもう、もうね、マックス、マックス、あとあのジャンプビクトリーカーブがね。盛り上がった。めっちゃ暑かったですね。めちゃくちゃ暑かったよね。ありがとう。次はジャンプビクトリーカーニバル大阪。大阪。大阪大会の方がありますんでね。はい、なんとそこではプロモーションアニメの14話が。14話。はい。やれた。そうなんですよ。13話もめちゃくちゃね。すごかった。形ですからね。まあぜひそれもちょっと楽しみにしていただけたらなと思っております。さらにですね。さらにあの。一番くじとスーパードラゴンボールヒーローズが今コラボしちゃうんです。すごい。グッズもいっぱいあって、しかも先着でオリジナルのカードももらえちゃうらしいです。オリジナルの7月26日の金曜日から順次発売予定なので、皆さんこちらもチェックしてください。お願いします。じゃあそろそろ呼んでみましょうか。はい、行こうか。それでは今日の挑戦者をお呼びします。お願いします。よろしく。こんにちは。こんにちは。ヤマトです。ヤマトくん。シャツがもうかっこいい、ね、シャツがね、めちゃくちゃかっこいいからね。ゴールデンフリーザー、もうやる気がもう満ち溢れてる、うん、ちょっと意気込み聞いてみようよ。お、じゃあ今日の意気込みを教えてください。今日はカリスマに勝てるように頑張りたいです。おお。負けないよ。俺たちもうずうずしてるからね。そうだよ、今日はね、負けられないよ。二人ともあれだよね、勝ち越してるんだよね、今。そう、勝ち越してる、ね、おやられるわけにはいかないぞ。いやじゃあ気になる今日の対戦するカリスマはどちらでしょうか。今日の対戦相手は私です。おー、ゆうちゃん。ゆうちゃん頑張る。シンプル。意気込みが超シンプル。じゃあ、行こうか。はい、それじゃあバトル開始だ。せーの、あー！はい、それでは、今回解説する、ドクターロックです。キーボーです。カムタです。よろしくお願いします。よろしく。あんま揃わなかったね。それではまず、デッキの、紹介をしていきたいと思います。まず最初に、挑戦者ヤマトくんの、デッキの方になりますが、スーパードラゴンボールヒーローズ1弾から、魔人トア、そして、3弾の人造人間17号、そして4弾の暗黒仮面王で、ユニバースミッション6弾から、孫悟空 DR、ユニバースミッション7弾のスーパーオレン、ユニバースミッション8弾のグレートサイヤマン3号、そしてゴジータゼノのシークレットというラインナップになっております、うん、はい、対するですね、カリスマ、スーちゃんの方のデッキの紹介をいたします。まず、スーパードラゴンボールヒーローズ4弾から孫悟飯ゼノで、スーパードラゴンヒローズ2弾のトランクスゼノ、アルティメットブースターパック、挑戦集結から、海王神、そして、ユニバースミッション4弾の大神官、そして、ユニバースミッション9弾の、ゴールデンメタルクーラー、同じく9弾から孫悟空ゼノ、そして、うん、ユニバースミッション9弾から投入されたの、はい、全7枚。いやー、どうですかね。ヤマト君のデッキはよくできたデッキですよ、これは。そうですね、しっかり相手のパワーとか、ヒーローエナジーとか奪いつつ、チャージインパクトスピンも速くしてとか、もう余念がない、隙のないデッキです。いやー、やだな、それされたな。店舗大会とかも出場していただいてるということで、なんと準優勝まで。準優勝。いやー、もうこれはかなりの実力者ですからね。よかった。よかった。いつもあのお父さんとねやってる、うん、やってすごい修行してる。聞いたところによってお父さんとの勝率五分五分らしい。いや、すごいっすよね、すごい。俺はすごい。大人とのね、うん、でもなんとチャージインパクトもめちゃくちゃ自信あるっていうことでね。おー、はい、やっぱすごい、やっぱ分析してて、うんうん、あと通常のアビリティとかも今日もう頭の中にかなり入ってるね。いや、すごい、それはすごい。なんか聞いててこっちがなんか緊張するみたいな。そう、ね、いや、なんかすげえなーっていうね、覚えなきゃなと思う。はい、最初ランドどうなるんだろう。すずちゃんはね、やっぱあのミラクルスーっていう異名もあるよね。はい、ね、結構ゴリゴリ押していく。そうなんです、それをこう体現するかのごとく、今回ですね、はい、ユニバースミッション9弾のゴールデンメタルクーラーが、うんうん、はいはいはい、これが
これが巷で噂の、やべえやつ。これがまたすごいですからね。はい、ちょっとぜひね、その辺も注目していきたいなと思います。はい、それではお互い作戦が決まり、はい、お互いのアビリティが発動していきます。はい。さあ、最初に先行を取ったのが、ヤマト君。16,400、先行を取りました、しっかりね、相手の変動エナジーを下げて、こっちは自分を上げるというのを、やってきてますね、1ラウンド目から。もうかなり1ラウンド目から、かなり勝負に、しっかり攻めているんじゃないでしょうか。ヤマトがスーパーオレンだけ下げてる形ですよね。そうですね。スーパーオレンはですね、どこにサポーターにした時に相手のパートガーパートガーの下げてしまうっていう恐ろしい能力があるので、それをうまく使ってますね。そしてこれはもう必殺技マークもついている。ここは僅差でチャージインパクト、ヤマト君がしっかりと決めました。これ守りたかったな。ここの連携も入り、学生バースト、ここのダメージは耐えていけるのか。耐えてくれ。大きいですね。これはダメージが入っていく。さあ、それぞれの必殺技も発動し、祈ってますね。これは史上最速のパスを稼いでいくバトル殺し合いになるのか。これは最速で、まだ分からないですよ。まだ分からないですからね。まだ分からないですから。どんどん行きます。はい、先ほど29,000円くらい最速。これは何分でしょう。そうですね、おそらく作戦決定から本当もう数十秒ぐらい。こんなに喋れなかった回もないかもしれないですね、僕らも。いや、爽快だった。すごかった、もう本当にあっという間。すーちゃんがずっとこううなだれてたのかな。何も泣きそう。いやすごかったわ。でも、ちょっと山田君に感想聞いてみようか。はい、よし。今日はカリスマイカレーで嬉しかったです。いやーし、いやこんな大きかったね。それ嬉しいよ。やっぱすごい実力者来ちゃったね。はい、今回のロックセレクションはこちらの2枚になります。まず1つがこちら、魔人サルサ、ユニバースミッション9弾の UR のカードになるんですけれども、こちらですね、アタッカーにすると、敵アタッカーのチャージインパクトスピードを全部速くし、サポートエリアに入れると、自分たちの、チャージインパクトスピードを超遅くするっていう、まあ、チャージインパクトを非常にコントロールする、カードになっております。まあ、スーちゃん今回これを使って、まあ、チャージインパクト勝ちやすい状況を作ろうというところになったんですが、まあ、叶わず、負けてしまったんですけれども、さらにユニバースミッション9弾 UR のゴールデンメタルクーラー、こちらも非常に強力な、アビリティございまして、バトル開始時記録ダメージが受けなくなり、スタートのダメージが連続で5倍と、まあ、非常に強力なカードになっております。今回はですね、スーちゃん残念ながらこちら必殺技を出すことが、できなかったんですけれども、すごい、強力なカードになっておりますので、皆様ぜひこちらも使ってみてください。今回戦ってくれたヤマト君には特製ナインポケットバインダーをプレゼント。私たちカリスマのサインも入ってます。はい、戦ってくれてありがとう。ありがとうございます。それじゃあ今回はここまで。せーの、宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。俺たちの熱いバトルは終わらない。みんなの挑戦待ってるわ。チャンネル登録よろしく。さらに俺たちに挑戦してくれるヒーローを待っているぞ。挑戦者の応募についてはホームページをチェックしてね。